はい、妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。相当久しぶりですね。1週間ぶりかな。やっていこう。で、今回は、せっかく前回の動画で赤鬼を使い始めたんで、また赤鬼を使ってね、妖怪ウォッチバスターズやっていきます。前回は確かあやとり様をやっつけたんだよね。ごくあやとり様を赤鬼だけでやっつけたんだけど、今回はね、じゃあ日野神行こうかな。日野神、赤鬼は結構攻撃した後の硬直がひどいので、正直日野神はね、かなり苦手のタイプだと思うんだけど、どうだろう。ちょっと今回勝てないかもな、正直。レジェンド妖怪のブシニャンでようやくね、怠慢で、ギリギリやっつけることができたぐらいなんで、赤鬼だとかなり厳しいと思う。さあ、足を押す、足を押せえな。さあ、ちょっと後ろから攻撃しよう。暴れた。そう、わわ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 、目の前来た。攻撃力半端ないな。いやー、しかしね、しかしだ、やっぱ攻撃の硬直が激しすぎて、もうやっぱ攻撃力が半端ねえな。避けて避けて、入るか。入った入った、よしよしよし、いい感じ。今は結構いい感じだけど、次の日野神がやばいと思うな。避けて避けて、あ、やべえ、食らった。はい、やら、死んだ、一回死んだ。避けられないなと思って必殺技で避けようと思ったけど間に合わなかった。あー、もうやだもうやだ、難しすぎる。よし、ようやくいけた。やべえな、もう人形が一つもないよ。今回の動画はね、失敗しても成功と してもね、あの YouTube の動画として上げるつもりなんで。ちょっと一発殴って、ちょっと回復したい。うお、すげえ、1958入ったよ今。あー、アシュラ殺法が避けられないかもしんないな。避ける避ける、あ、これね、アシュラ殺法が避けられないわ。攻撃をしちゃうとアシュラ殺法が、ダメだ、間に合わない。で、避ける。もう X ボタンの渾身の一撃かな。こいつがね、ものすごい攻撃力を誇ってるんだけど、これ当てらんないな。うわー、食らった食らった。これだ、避けて避けて、入らないか。間に合わない、間に合わないよね、絶対間に合わないんだよな。ダメだ、全然ダメージ与えられない。あ、でもこれでも結構ダメージ入るな。よし、ようやく入った、2046。よし、入った。あれ、 X ボタンと必殺技攻撃力そんなに変わんないね。あ、もしかしてクリティカル入ったのかな。よし、チャンス。あ、でも頑張れば倒せるかもしれないな。あー、来るな来るな来るな。よっしゃ、
まあ、シャインの B も入ったね。届かないか、全然届かなかった。あ、ちなみに今回ね、あの倒すの時間かかるなと思ってオーラつけてますから。ちょっとこっち来ないで、こっち来ないで。よし、やめろ、バリアやめろ。ダメだった。バリア張られた。いやー、勝ったー。早くこのバリア壊さないと。よし、あともう一発かな。うん、まずい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 。よーし、いった。うわー、くそー、ヒットポイントやばいことになってる。ビーム当てんの難しいな。次こっちね。ダメだ、攻撃できない、攻撃できないよ。うわ、くそ。あ、危ない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 。うわ、やられた。もう難しいな。黙ってしまった。難しすぎてちょっと黙ってしまった。ちょっともう一回やろうかな。でも結構自分が思ってたよりは結構戦えた。ね、やっぱちょっと身代わり人形を持っていって、あ、もっといいやつがあったね。身代わりパペット、よし、これでいこう。そう、極玉がね1個しかないんだよね。なんで、これ失敗したらもう動画としてね、そこでおしまいにします。こう最初の日のシーンで身代わり人形を2つ使ってしまったのが結構痛かったよな。さ、一番最初のこいつはね、多分身代わり人形を捕まないでも、あー、くそ、倒せるはずなんで。お、人面剣。あ、これがすごく嫌だ。よし、あ、やっぱ攻撃力下がった。さっきは2000ぐらいダメージ入ってたんだけど1200しかダメージ入らない。これだ、斜め。ああ、空中でも食らうんだね、やっぱビーム。あ、危ない。危ない。避ける避ける。危ないぞ危ないぞ。ちょっとやばくなってきた、やばくなってきたぞ。よし、あ、これがかわすのね難しいんだよね。半分切った。あ、しまった、まずい。すげえタイミング悪かった今。かわしてかわして、よし、横うわ、タイミング悪かった。包み込むような感じね。これは避けるの簡単なんだけど。よし、いったか、あともう少し。よし、倒した。身代わり人形を一つ使ってしまったな。それでもちょっとスキップでね、ちょっとどうしよう。
ちょっと早く回復したいな。あーやっちゃったもう。はいはいはい、失敗した。あ、このタイミングで攻撃すればいいんだね。アシュラサッポをかわした瞬間にジャンプで攻撃。お、いいねいいね。入るか、入らないね、入らなかった。あーやべ、くそ。あーもう、うん、くそ、攻撃できないよこれ。やられちゃうかな、もうもう後がないよ。かわして、よし、ちょっと慎重に行こう、慎重にね。あ、で次アシュラサッポーだよね。あー攻撃力がね全然ないね。463か、避けて、届かない。うわーすげえ地道。あーやっちゃったよ、最後のやつ使っちゃった。今回ねちょっと練習してくればよかったな、練習なしでやってるから。かわして、よし、かわして、早く社員来ないかな。社員が来ないとちょっと厳しいな。うん、全然社員来ないね。あーもうダメか。はい、やられてしまいました。あー全然ダメージが入んないからさ、最後焦ってX ボタンの攻撃やっちゃったらダメージ食らっちゃったよ、もう。あ、でもね、勝てる、練習すれば勝てる。赤鬼でヒロシンと戦ったのもね、今回2回が初めてだったんで負けちゃったけど、練習してもうちょっと上手くなったらですね、もう1回これで挑戦していきたいなと思います。